ねえ、ここにいるんでしょ聞こえてるおーい今助けに行ってあげるからな。<laughs> くそ。やっぱり鍵閉まってるよな。ちょっと待ってろ。ドアが開かないなら、窓ガラスを壊せばいい。よーい、しょっと カーテン閉めてるだけなんて、爪が甘いよな。監禁するならせめて、防犯ガラスにしないと。<laughs> こっち来ないでって。ああ、完全にあいつに洗脳されてる。こんな手錠と首輪で繋がれちゃって、かわいそうに。今外してあげるから。はい。 取れた。<laughs> 久しぶりだね。元気だったお前が学校に来なくなってしばらくして、俺不安で不安でしょうがなかった。ずっと会いたかったよ。さあ、一緒に帰ろう。こんなところ早く出てってさ、二人でまたやり直そうよ。あなんで、 そんなに嫌がるのさ。そっか。まだ正式に謝ってなかったな。あいつの誘惑に負けてしまって、ごめん。言い訳なんだけどさ、お前、あの頃部活で忙しかったじゃん。それに、テスト勉強も頑張ってたし。んで、お前に話しかけても、ごめん。 疲れてるから一人にしてなんて、俺から距離を取るような言動をして。お前は疲れてただけで何も悪くなかったのに。でも、俺はそれにムカついてしまって、虚しくて。で、そこにあいつが現れて、俺を誘ってきたんだ。あとはお前も知ってるように、教室で、あんなこと、 お前が教室の外から覗いてたの知ってた。でもお前を嫉妬させたくて、本当に最低だった。ごめんなさい。お前がいなくなってしばらく、また改めて、お前の存在の大切さを再認識した。今更だけど、心はお前一筋だ。お前がいないと生きていけない。 だからやり直そう。頼むから俺を、受け入れてくれ。嫌だ、なんて言わないでよ。大丈夫。俺はもうお前を裏切らないし離さない。今は洗脳されてしまってるから怖いかもしれないけど、俺がその洗脳を解いてあげる。だから、帰っておいで。 やっぱり抵抗するんだな。ちょっとごめんね。腕押さえるよ。これ吸って。大丈夫だから。ただ眠くなるだけ。早くしろよ。そう。いい子。おやすみ。もう逃がさない。 あいつになんか取られてたまるか。<laughs> 愛してる。